ハサン・サリハミ・ジッチは、ボスニア・ヘルツェゴビナ・ヤブラニツァ出身の元サッカー選手。ポジションはミッドフィールダーだが、ディフェンダーやフォワードでもプレーした。現役時代は、ボスニア・ヘルツェゴビナ代表で、愛称はブラッツォ。もともとは FW であるが、両、サイドハーフ、両、サイドバックをこなすオールラウンダーとして知られていた。豊富な運動量と、積極的な仕掛けが持ち味。 得点力も高い。ユーゴスラビア内戦による混乱から届くハンブルガー SV に入団。1995から96シーズンにデビューを果たすと、1997から98シーズンには10得点を上げる活躍を見せ、翌シーズンには FC バイエルンミュンヘンへ移籍。クラブのリーグ3連覇や2000から01シーズンの UEFA チャンピオンズリーグ制覇などに貢献した。その後故障で戦列を離脱していたものの、1年ほどで復帰を果たし、中心選手として活躍した。2007年、4年契約でセリエ A へ昇格したユベントス FC へ移籍。4年間で61試合7得点を記録した。2011年7月、VFL ボルフスブルクへ1年契約で加入。 ボルフスブルクで1シーズンプレイした後に退団し、2012年9月に現役引退を発表した。引退後もドイツに居住し、テレビ解説者業やスポンサー企業、フルス・バイエルン・ミュンヘンのアンバサダーとして多方面で活動していたが、2017年7月31日、バイエルン・ミュンヘンのスポーツディレクターに就任したことが発表された。 1996年10月8日のクロアチア戦でボスニア・ヘルツェゴビナ代表デビュー。1996年11月6日のイタリア戦では代表初得点を記録した。2006年に代表を引退、42試合6得点を記録した。代表では FIFA フフワールドカップや UEFA 欧州選手権に出場することができなかった。ありがとうございます。